チョコレートプラネットの東京遊泳。どうもチョコレートプラネットのトット佐藤です。そうです。チョコレートプラネットの東京遊泳。毎週月曜深夜二から三十分間お送りしております。はい。さあ、というわけで,ですね。はい。今週の翔平のあれ、なんなん。 <ス><ス>ねえ<ス>自分で加工しすぎよ何 <laughs> <laughs> とかしてくれるよ多分<ス>ちょっとねまっちゃんのねちょっともうかみ方がねもうすごいんですよ<ス><ス>なんですね俺もよく噛むんですけど俺の髪かみ方なんかねちょっとパターンあって俺の噛むのはなんかこういやその手ってこうザザザザザっていう噛み甘み、甘髪なんですよ甘髪派,派の人ですよねあの的場さんはねあの、ガッチリガビ派なのよ <laughs> ちゃんともで,、はい、で今日もねライブあってたんですけどまます「かしこまりました」っていうやつあカレーのネタでね「これでお願いします」「かしこまりました」「かしこまりました」っていうしっかり噛むんですよ、はい、で前も「少年ジャンプ」のところ「少年ザンプ」って言ったり <laughs> やめてくれへん <laughs> 俺でもねいや今日は噛んだなと思ったけど俺いつからか噛んでもなんとも思わなくなった。て何にも思わなくなって, <laughs> かってなんかこう なんか昔だったら、うや、噛んじゃったとかでまあ、ね、うまズワってなったりとかあるじゃん。うん、ある。もう今もう何にも思わない。何にも思わないね。もうそういう人だっていう風うにやるようになってる。<laughs> 確かに。別にどうとでもなるようになってきたしね。だから、本当にもうガッチガチ決めなきゃいけない、キングオブコントとか、あ<ー>あいう時ぐらいじゃないと。うん、そうだね。それはズ、ね、ワーっとはならへんよな。あの、あと収録とかさ、 必ずこのセリフを言わなきゃいけないとかあるじゃん、ロケだったりとか。そういう時は、あれだけど。まちょっとね。もうネタでルミネとかぐらいだったらもう何にも思わない。あとはもう何とかしてくれと思う。しょうがないですよね、それは。ちょっとあの、もともと方向音痴なんだけどさ、今日もここまで来るのにさ、大江戸線で来ようと思って新宿で打ち合わせやって、 なんかその、いつも乗ってる乗り場じゃない、なんか大江戸線ってかだったから、そこから乗れると思って、うん、そっち行ったらさ、うん、なんかわかんないけど、新宿西口駅まで行ってたの何してんのそれ。意味がわかんなくてさ、うん多分まあ新宿駅どえ。新宿、え、どこに行こうとしてたの新宿駅から、大江戸線乗ろうと思ったの。だけど、うん、気づいたら新宿西口駅から乗ってたの。あ、大江戸線の。大江戸線のある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 わ。 もうそれもなんかその、わかんないんだったら、わかるとこから行けばいいじゃん。うん、なんかチャレンジしていつも失敗するの俺。<laughs> ほんと嫌になっちゃってさ。あのー、いやなんかだから場所によっては未だに全然わかんない。うん、まあ多分言ってももちろんわかんないんだけど、うん、アベマのスタジオのトイレ行ったらもう全然わかんなくなっちゃう俺。で、うん、<laughs> 俺もう思ったんだ。もう、モテたいとかももちろんないし、そのかっこよくなりたいとかない、うん、とにかく道をこの、うん、うん まっすぐいける能力が欲しい。ああ。方向感覚がもう抜群になるんやったら、何捨ててもいい。ああ、いい話題。ああ。なるほどね。じゃあ、提示しますよ。はい。方向感覚これから一生もう地図とかもすぐ見れるもう地図ってもうすぐ見れます。うはい。もう噛でいっても。はいはいはい。初めてのところもね。はい。一生、パン食えません。 きつすぎないいや、交換蒸気きつすぎないパンパンは無理ね。いや、パンってこは。ピザとかはいいよ。ブリトーとか。うわケバブとかもいい。ピターパンとか。でも、ハンバーガーはダメだな。ええ。それと引き換えあ、ハンバーガーはよしよしパン屋に売ってるパン。うわサンドイッチもダメ。クロワッサン食パンもダメ。です。ベーコンエピもダメ。ベーコンエピもダメ。だったら、まだ方向値の方が。いいです。方向値の方がいい。はい。ちょっと、それはちょっと。 なるほどね。どねはい。次の条件ください。えーっと、ビーチで、一生よ。ビール飲めない。う行くだって、そんな海。いや、でも俺結構これ今のやつ、うん、俺パンより厳い,いかもしれない。<laughs> <laughs> いや、それぐらいだっそれぐらい。だや、でも好きなものの二つだもん。でもそれぐらいよ、方向、その感覚治るって。もうちょっとなんか上等案くださいよ。もう一個なんか。うん。ちょっと。しょうがねえなあ、じゃあ、一生、紅茶飲めない。うん。それで手打ちましょう。でも紅茶飲めなくなったら打ち合わせの時とか大変だなああ、じゃあ、あじゃちょっと変える。はい。え、一生、桜見れない。 ああ。どうだから、お花見シーズンとかも、もう見ないように進まなきゃそう、見ないように進まないといけない。いや、見れるのよ。見れても、もう、透明になって、もう。何それどういう風になってんの見ても、だからもう、枝しか見えないの。ああ、みんなが切れっつって綺麗切っつってのももう。それでいいかな、俺。ああ、そう。桜捨てる。桜捨てます。ああ、よっぽどや。 じゃないとだってもう死傷が出てきてんだもん、もう生活の中で。すごいね。桜を捨ててまで方向感覚取り戻して。俺はもうだからもう日本人の四季のうちの春を俺はもう捨てるよ。地図夏秋冬でいいです、俺も。地図夏秋冬じゃなくて。地図夏秋冬になります、俺は。すごいですね。それぐらいで俺はいいと思ってる。はぁ、なるほど。さあ、ちょっとね。はい。ここでね、あの、私のですね。はい。 えー、昔のバイト先のなりさんからまたちょっと見える。え、もういいよ。前送ってきた人でしょ、はい、今回は、あの、企画として、あのー、翔平さんへ、えー、翔平さん家つってんじゃん。京都の陶芸の元同僚、成りもです。そろそろ修学旅行シーズンですね。前から思ってたことがあるんですが、翔平さんが京都の森東機関で働いていた頃に修学旅行生に頼まれて生徒さんと一緒に撮ったかなりの写真。もう20年近く。うん もも前になるかもしれませんが当時一緒に撮った生徒さんの中には、うん、この写真はチョコプラの長田さんなのかどうか疑問に思ってる方もいるかもしれません。そこで当時修学旅行で京都に来て翔平さんと一緒に写真を撮ったと思われる人たちに写真のコピーなんか送ってもらってその相手が翔平さんかどうか鑑定する企画はどうでしょうか。めちゃくちゃ気になって夜も眠れないので。 なんとかやってもらいたいです。これはもうやるしかないか。なりさんがってんいや、や,や,やるしかないかじゃないんだよ。しょ,しょうがないよ。やっぱなりさんもツヤになったからさ、もうしょうがないよ、これは。やろう。でも、うん、なんとなく良さそうだと思った、これは。<laughs> そうやろいや、これ、うん、俺、結構。これどうやいや、ほんとね、これ、正直めっちゃ取った。えっと、ワンシーズンで、うん、えっとね、一日何校ぐらい来るもんなのその、団体の、例えばクラス30人ぐらい んまあだからね、ピンキリですけどね。まあ5人のグループもあれば100人のグループもあるし。うんるねうん、そのグループが何グループ来るのいえーっとね。いえーっと。<laughs> いや、来る、いや20はザラにいたよ。20個。1日。1>, えー、<P> 1>, 1日でピーク。おすごいね。うん、で、それがだって。そう、でも俺が相手できんのは多分その中の10個行ったらいいから。おでもそれで、<ー>だって、 オン、うん、シーズンで言ったらもう100以上はいるってことでしょ ?100 どころじゃないだか,だから以上はいるそうそう、100以上、ね。で、それで何年やってたの ?3 年ぐらいかながっつりやってたのは。じゃあまあだから、500組はやってる。500枚は撮ってると思う。でしょ多<分>え、何年から何年そのおさらさんが、<laughs> えーっとね、いくつの時からいくつの時で、多分二2000、うん、2000年から2000、 2004年ぐらいまで、ゆるってやってたのかな ?2003 年から。いそうですね。じゃあ、2000年か2004年ぐらいの間で、はい、はい、はい。京都の、えっと、まあだから場所とかも多分その時みんなわかんないけど。清水寺の森島機関っていうところで。清水寺の、だから、まあ森島機関だけど、だから清水寺の、他にもあるんでしょそういうにやってたの。他にもあると思うけど、でも、うん、でもでっかいとこはうちぐらいやったからな。 とりあえず清水寺でその、陶芸をやって、その、陶芸の人と写真を撮ったことがあるというかえ今すぐ今ホットラインが今繋がってますので、電話していただいて。ホットラインが今繋がってますかはい、今もうオペレーターを増やしてるんですはいはいはい。ぜひ、今ちょっとね。それでも送られてきたらおもろいな。いや、俺もね、どんな感じで撮ってたかも。 まあ普通に撮ってたけど。でしょでもどんな感じかも忘れちゃったから。わだいたい中高生だからね。だから中高生ってことは、今、<うん S 2> 当時が多分、まあ、中学旅行だから多分14、15。そうだよね。うん。14、15、とかかな。だから今30前後。そう、30前後。の。うん。30前後。の人で。ああ、そうだ。高校生だったら多分30過ぎですね。うん。うん これ新企画立ち上げてちょっとね。あのー。いやーで、ね、言う田昌平さんを探しています。で、で、来てたのが、大体関東からやったから。あー、そうかそう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 。俺らも行ったわ。そうそうそう。だいたいこう東京、神奈川、埼玉とか、もうここら辺の地区の学校来てたから、はい。まあ、まあ、これを聞いてる地区の人らだと思う。そうだね。うん。うわ、これ。これちょっと俺も、 楽しみだな。これどうやって送ってもらえるもんなんですかもしこの写真とかだったら、この、<あ>メールに添付、あ、メールに。<の>そっか、でもその当時で言ったらあれがないもんね。デジカメとか携帯かな,いかないないないから、その写真自体を今また撮ってもらって。いや、でもね、写メもね、持ってなかった、まだ。中学生だから。 ああ、だから、そのインスタントカメラさ、そうそうそう、ほぼほぼインスタントカメラだったやっぱ。だその写真ちょっと今、そういう心当たりの人は見直して、うん。うん、あったらそれを、写真を写メで撮って、うん、うんうん、そうそうそう,そう、ね。メールのデータに添付して送ってくれれば。そうですねで、判断して。絶対気づいてない人もいると思うよ。いや、もちろんそうでしょ。絶対気づいてない人いっぱいいると思うよ、多分。だって、自分が行ったかどうかも覚えてない人いじゃそこの何したかっていうのそう,そう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 。 俺もね覚えてないねわこれちょっと出てきてほしいね出てきてほしいな、うん、これうん出てきてまあそっかまあなんかあげるとかちょっとだるいからやめよう <laughs>、うん、なんか思ったけど <laughs> まあ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 、まあ、まあでもサインとかは別にいいですけどねまああめちゃくちゃ大量にえなんかそんななんかこういいあれないかなと思ってなんかこううん,うんまあちょっと考えよう そのあれによって。うん、そうですね。その、送られてきたものの出来によって考えよう。<laughs> <laughs> 後出しですかはい、後出しにしましょう。後出しにしましょう。はい、さあ、えー、ここで一曲、えー、聞いていただきたいと思います。ラジオネームスバルさんからいただきました。えー、関西を中心に店舗を拡大しているラムーのテーマソングをリクエストします。スーパー。スーパーのね。これ、俺はね、関西ですけど知らないです。どうやら、 俺が出てきてから後にできたようなああじゃあ今ちょっと新しいようなとこらしいですね15年ぐらい出てきた歌詞がとてもいいんですということで、はい、聴いていただきましょうラムーのテーマソングですあか。 さあ、というわけで、聞いていただいているのはラムーのテーマソングです。まあ、こちらもですね、候補者に確認して、了承を得て流しておりますけれども。なんかあれね、なんかドリームとかが歌って、ああ<ー>、か懐かしいドリーム、ドリームアミちゃんとか。ドリームアミちゃん、ね、ドリームアミちゃん、アミちゃんって最初いなかったもんね。<う>ドリームで最初三人だったじゃん。あ、そうやったよ。そうそうそう。あ、そうやった。あ、そうそうそう,そう。そうムービン、ムービンオン。あの、あれで,で、<laughs> そ,うそうそうそう。 でもなんかそんな感じのあった、ね、確かにさっき言ってたプロアクティブの CM っぽい感じではいやいいねこれ、うん、いやいいですねちょっとスーパー,ーでもちょっとスーパーっぽいかっていうと,ちょっとスーパーっぽくはないかな、うん、もうちょっとね、うん、あのもう気が狂いそうなリピート系がしてんですよ、うんうね、もうガン決まりするぐらいの <laughs> ブリブリの繰り返しのやつもやそ,うそ,うそ,うそれを待ってるんでちょっとまた会ったら送ってほしいです <laughs> さあ、というわけでコーナーに参りましょう。えー、17歳の春へ。えー、こちらのコーナーは17歳の松尾春へ届けたいメッセージを送ってもらうコーナーです。さあ、まず最初は、ラジオネームヤーレンソーラン。17歳の春へ。女優の石田ゆり子さん。なんら変わらず綺麗なままだぞ。ああ、確かに。 変わらない、変わらないっていう、変わらないというか、変わっても美しいって感じですかね。50歳 ?50! えあ、そう。ま、あでも確かにそうだろうな。俺が40だもん。40?? 長田さん 40? 石田ゆり子さんの50よりちょっとやっぱ引いちゃったわけ。引いちゃうんかよ。引いちゃった変わらない方はでやらさせてもらってますよ。石田ゆり子さんお会いしたことないし、やっぱ見れないもんね。あ、見れないな。いや、だからあの、 tbs の感謝祭とかじゃないと、女優さんとか見れないじゃん。かね。うん、見てみたいなぁ。うん、木村しのさん、デビューして1年目か2年目と時見た時、うん、衝撃だったなぁ。<ー>めちゃくちゃ綺麗だった長澤まさに衝撃だった。ああ<ー>、あの現代ホール現代来,来たやん。一回来たのよ、なんそう。 なんかね、映画のね、多分ラフやったかな。ああ、そうだ。うん、の、なんか、バンかなんなのかわかんないけど。そう、来てて。そう、来てた。初めて見る芸能人ぐらいな感じで、そうだった。そうだった。うん。二三年目とかだな。二年目。一年目、か。一年目だ、一年目や。うん。ビビって。めっちゃ可愛かったよ、え、こんな人いるのと思った。すごかったよ。東京だぜ、と思ったよ。東京。東京トライブ。え おの。おろろろろろろろ。ええラジオネームジャスティン・ヒーハー。17歳の主演コンビニのレジ横からおでん消えるぞ。ああまあ、まだありますけどね。まあ、でもこれちょっとでも続きあって、お二人はご存知ですか最近ファミマのレジ横からおでんがなくなり始めました。ね、えー、代わりにレンジでチンするおでんが販売され始めました。 4個入りが大根、ちくわ、こんにゃく、さつま揚げ。えー、6個入りには、えー、昆布、たけのこが追加されるみたいです。うん、お二人はどう思いますか自分はいつも大根ニ個とちくわぶ卵なんかメインに買っていたんで、正直ちょっと微妙です。おそらく今後バリエーションは増えていくんだと思いますが。うん、ああ<ー>。いや、そうなんですね。だから多分、うん、あのー、食品の廃棄 排気ロスね。排気ロスが、もう、日本も結構あるから、それを減らしていこうっていう、あの、国の取り組みがあって、それを減らしてきてるんですけど、おでんって、少なくなってると、売れ残ってる感じがするから、常に満タンにしとかなあかんねんって。うん、買わないのか。そう。だから、余ってるんだって、結局。ああ、そう。あれどれぐらい使ってんだろうなんかその、例えば、決まってるじゃん、きっと。その、何、ね、何時間あれしたら捨てなきゃいけないとか。まあ、そうだろうね。 どれぐらいマックスだいや、俺そんな長くないと思うよ。もう、3、4時間とか。えぇ、ー 俺でも一日使ったやつ食いたいよ。いや、俺も食いたいよ。ギットンギットンになってるさ、隅っこのさ、牛すじゾーンある。ああるね。あの出汁だけで、あの、ご飯にかけて食いたもスープいっぱい入れて帰るもんね。そう、あの、大根とかのスープじゃない、あの、ちょっと濃いめのギッチョンギッチョンの。ギッチョンギッチョンとかね。ギッチョンギッチョンになってるさ、あの牛すじゾーンの、あれだけ欲しいんだよ、俺。牛すじは買わないの買う。ああ、買う。牛すじ。3つです。 牛すじもちきん大根。おーあ、そう。うん。本ンタチ君も欲しいけどね。3種類って言われたらそうかもしれない。3だよなうん。あと、あれも欲しいね、俺は。あの、ウインナー。ウインナーな。ウインナーも欲しい、ね。俺は大根、ウインナー、うん、卵。でも、ウインナー売り切れです。えー。じゃあ、卵2位で。<laughs> 卵2にしてください。1個、一個はもう黄身を潰して、溶かして、あれしああ、そんなうまいんだよな。からしと。うん。いやー、そっか。でも俺、昔、17歳の時は、もう肉まんばっか食ってたからいや、俺も肉まん。おでんはけ出さんよな。若い時はやっぱり。いや、だから逆になんかちょっと、おでん食ってるやついるとこいつ人だなーっ思う。思う思う。だって俺家帰ってさ、飯がおでんやったらぶち切れてたもん。や、わ分かる。よん、ん、でやねん、っていう。飯食えねえじゃねえか。飯食えへんやんけっていう。 え、一日一回だって。ああ、え、い、じゃ一回、だから丸ごと買えるんだですごくない買えるんだで。スープもってことですよね、だから。うん、多分そうそうそう。ああ、もったいないな。もったいないよ。なんかこう、うまくもらえる方法みたいないかな。いや、ないよ。いや、多分昔とかで結構その排気のものそうそうですね。まあ昔は緩かったから。そう。でも。もう今はね、もう、無理。コンビニでバイトしたことある。ない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 、俺。俺、してたことあるんだけど。 やっぱ廃棄のさ、ゴミ箱とかをさ、うん、あるんだけど、うん、取られるんだよ。だからね。あの、あ<ー>ちょっとそういう方たち。ううにだから鍵か,かけとかなきゃいけない。はあ<ー>。そう。なるほどね。<だ>で、でもそれだいぶもうちょっと最近の話でしょ最近っていうか、その。だから俺が、 で、高校生の時が、それこそ17歳の週の時か。あ17歳の週の時か。うん、そ,その時でもそうか。そのあった。だからそれがね、な<ー>り始めぐらいだった。ああ、なるほどね。だ,<け>だからその前までは多分普通に捨てるぐらいの感じだった、ね。そうだし、うん、なんかその休憩時間に食べたりとかもオ、OK、だった。そうそうそう,、うん、そうそうそう。続いてラジオネーム、怪盗ソルト。17歳の主演その頃、ポケモンとかドラえもんとか、コナンが放課の興行収入で上位に入ってたよな。 それが20年経った今もトップに君臨してるんだぜ。信じられるかあ<ー>うん確かにね。逆にもう、ますます上がってきてる。そうだよね。コナンとか、すごいじゃん。100億とか行きますからね、兵役で。うん。うんポケモンもそうか。ポケモンもそうだね。やっぱ子供見るんだよね。子供連れて見に行ったこと映画ってあるまだないま、まだないわ。 ないうん、だからその、じっとしてられるのも2時間、2時間じゃないけど1時間ぐらいでもそ暗いところで。そうだよね。じゃあジョーカーとかも連ててない, <laughs> いジョーカー見る2歳の子が。ジョーカーであれだいや、小沢さんの映画好きだからそれぐらいちょっと見せてんのか。<laughs> パーンってュ撃って、自分の部屋でパーンってュ撃って、<laughs> もう、あのシーン面白かったな <laughs> とかもう、違うんだお母さんつって。戦争映画を見てんだっていうあのシーン。<laughs> 口、口に指突っ込んで、うーって広げるやつとか。 見るか,見るか子供が真似してる。怖いのめちゃくちゃ。<laughs> <laughs> コナンとかがさ、でも、こんなやつの。そうね。コナンとかは、昔はさ、ほんと子供の映画だったけど、今大人の人を見るじゃん。女の人好きだもんね。だからあれなのかな。うん、コナン始まった頃に子供だった人がそのままどん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 見てってっていうこと。多分そういうことやと思うよ。うん、だからさ、アニメが大人の、 ものになってきてるんだよね。半分、多分。そうだね。<ー>もうだから子供だけのものじゃないじゃん。もうそ。そう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 。みんなのものになって、その、<laughs> みんなのものみんなのものになってるっ。<laughs> みんなのもの <laughs> なんかその漫画とかもさ、そう,そうだったじゃん。<う>昔はきっと多分俺らぐらいの時は、まだその大人が読む感じっていうか、その大学生ぐらいまでだった多分感覚的に。 だけど、それが今もう、みんなのものになってるちゃん。みんなのもの。みんなのものになってると思う。鬼滅の刃とかすごいもんね、人気あー、もう全然わかんないもん。鬼滅の刃は、めっちゃ面白いでしょだから俺、アニメから入ったのよ。うん。アニメから入って、で、めっちゃおもろいと思って、ほんで、漫画買おうと思ったら、もう売り切れて買えへんのえ、そんななの売ってないの、ほんとに。まだ終わってないのまだ続いてる。全然終わってない。どこでやってるやつなのジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。 えすごくない 1>, ?1 位から12位全部鬼滅の刃そう。だって、1位から10位、だ前に出たやつよ。もう何年も前に出てるやつよ。あ、そうなのそう,そうだよ。だって1位から10位だから10巻だ、ね、よ。すごいね。だから年4巻とかしても、<ー>3年前とかのやつがもうズルワーって入るんだから。え、今年にな、なんでそんな人気になったの,あの、ね、俺全然わかんないんだけど。アニメ化されてからだと思う。あ<ー>アニメ化されて、 これ変な話やけど、漫画結構絵がね、くちゃくちゃしてんのよ。ああ、なるほどね。あん。あれみたいな感じ。悠々白昇みたいな。悠々。ちょっと、ほわほわじゃないけど、カチッとした絵じゃないんだけど、アニメーションになったらそこがもうすごいクリアになってて、アニメーションの作画のクオリティもすごく高くて、めちゃくちゃ綺麗なのよ。普通に毎週やってるようなやつじゃなくて、映画ぐらいのクオリティなのよ。そう。めっちゃ綺麗、本当に。 すごい綺麗で、すごい見やすくて入ってくるの。うん、何の話なの鬼退治。えざっくりしないな。<laughs> いや、でも本当鬼退治。設定がね、微妙に面白くて、うん、大正時代の話に、ルローニ検診みたいな感じ ああ、でもね、まあまあ、そんなニュアンスかな。ルノーニケンシンがもうちょっとファンタジーになった感じ。あ<ー>うん、ルノーニケンシンにファンタジーを足したような感じ。だからその、<ー>その大正時代にその鬼というのがあって、うん、まあ、漢字的にはァンパイアみたいな。うん、そ鬼が噛んだら鬼になって、うん、血を与えたら鬼になって、どんどん増やしていくみたいな。うんうん、で、その鬼を退,ず退治する。<laughs> <治>する <laughs> ダメです。鬼を退治する、うん、その、 鬼殺隊っていうのがいるんですよ。おんおんでそこに主人公が入って、みたいな。うん、その鬼に家族を殺されて、ああそ,ううその復讐で、うん、その喫殺隊に入ってで、どんどん強くなっていくっていう。ほんで、まあ、向こうの鬼の、なんか、トップ5とかいろいろ出てくるわけよ。うん、ほんで、この喫殺隊の。まあ、そこは王道な感じなの。ええ<ー>。な少年のコあんま言わないで。いつか読むから。<laughs> えあんま言わないで。 ちょっと結構結構言ってたからいやでも俺も見ないしって決めてるわけじゃないからでもあらすじやからさんとなくもう途中なんかそういう感じやつねうんこっちかも柱っていうのがあってそのこっちかめとどっちが面白いいや別物だなああそれも別物だからそのラーメンとカレーライスどっちが美味しいって言ってんでしょそれは違う紅白であのアニメの歌歌ってる方いざりささんりささんだからそう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  俺だから、俺、あの時、隣、副音声でさ、うん、あの、紅白出させてもらった時に、副音声でリサさんと一緒に出たじゃん。うん、俺、その歌全然知らなかったさ、<laughs> 俺。それなのに、わーとか言って、ちょっと嘘ついちゃった、あの時。<laughs> でいや、まあ、でも、しょうがないいや、もう。しょうがないけどね。そうよね。<ー>なるほど。いや、だから、ね、今、そのコミック手に入れて、読んでる、うん、あ、読んでたね、んか読んでた。でも、コミックも面白い。えー、終わってからよ、もう。めちゃくちゃ面白い。 ワンピースもまだ終わってないでしょワンピースも載ってない。ワンピース終わってから読むから俺まだ。全然そうだよ。まだ読んでないよ。すごいね。俺最初の10巻ぐらいまでしか読んでない。やでもね、幸せだと思う、それ。でしょうん。一気読みできるって幸せだと思う。そうだよ。みんながもうま、俺まだ全然。だっての鬼滅の刃なんて、19巻までしかないの、まだ。うん。で、もう13巻まで読んじゃってるから。 もう、おしまいよあと、あとはもう一月ずつずっと待たないで。あと6でしょうん。俺まだ19いけるもん。いや、それ羨ましいのよ。えええ去年の売り上げワンピースで上。はー、すごいですね。そんな。で、これもっとあれなのが、このアニメーションで、なんかシーズン1みたいな感じで終わって、で、次のショーに入るのやけど、その次のショーが映画でやるんですよ。で。 ドラゴンボールとかワンピースってオリジナルストーリーで。はいはいはい。ブロリーとかねそう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 。ふ、ルるって、なって、ブロリーだろだって。俺らの時はブロリー。17歳の春の時はブロリーだよ。いや、ブロリー。ブロリーとかでしょ。クーラークーラーとかでしょ。メタルクーラーでしょ。そう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 。そうなんだ。そう。あの話をまるまる映画でやるええ、じゃあいいところだから、本当にセル編を、 映画でやるみたいな。はあ、それめっちゃくちゃ入るんじゃんそうそう。そう、めっちゃくちゃ入ると思う。だから、それ見んと、アニメで言うと繋がらへん。で、多分またアニメ、<ー>普通のアニメで戻んの。なるほどね。うん。すごいね。すごい。面白いな、はあ、さあ。 というわけでございまして、お便りの方を送ってください。メールアドレスはすべて小文字で、c h o c o p l a アットマーク j o q r n e t チョコブラッマーク j o q r n e t までよろしくお願いします。というわけでね、今日もね、ちょっとね、成さんの企画がね、ちょっと盛り込まれました新しい企画が生まれましたので、小、ね、田翔平さんを探していいすそうです、ぜひね、どんな感じだったのか、俺も。見たいね。 あんま覚えてないので。うん。うん。覚えてないってどんな感じだった自分がその当時どんなのっ <laughs> <laughs> どんな感じで。<laughs> いや、どんな感じでうそれマジで <laughs> それも記憶の欠けてる人じゃん、もう。どんな感じで撮ってたのかなっていうのをもう覚えてないです、本当に。その番組でやってんじゃん。<laughs> あの、記憶はなくなってしまいましたみたいな。<laughs> あの人じゃん、もうまさに。もう <laughs> そこまでではないけど。ただその2000年代前半に、 えー、長田翔平さんとおっしゃる方は、陶芸のところで働いたという証言は、うん、あとは覚えてないということなので。はい、そうです。はい。そういうことですよね。はい、はい、そういうことです。はい、えっ、ー、と、これは今、うん、直接長田さんに写真を見せて大丈夫ですか、先生って。<laughs> <laughs> ショックになっちゃう <laughs>。大丈夫です。大丈夫です。です見ます。こちらなんですって。はい、ちょっとやりたいですね。やりたいです。はい、さあ、次回の放送は3月16日月曜日深夜2時からになります。ぜひお聞きください。以上、チョコレートプラネットの東京遊泳でした。さようなら